旧中川は、東京都江戸川区と墨田区、江東区の境界を流れる、全長 6.68km の荒川水系の一級河川である。荒川ロックゲート、東京都江戸川区平井の岸も川水門で、荒川放水路から分水する。大きく蛇行しながら、南へ流れ、江戸川区小松川の荒川ロックゲートから、再び荒川へ合流する。 尾ぎ川の大木橋高門伊東に位置するため、水位が荒川より1メートル低くなっている。川の東側はすべて、江戸川区、西側は北十験川との合流地点までは、墨田区、それより南の荒川ロックゲートまでは、江東区となっている。川岸には、東京都ボート協会が、高架下を利用した抵抗を所有しており、ボートを練習する。 社会人や学生が増えており、各種ボートの上帝が体験できる、江戸川区主祭のボートフェスティバルも開催されている。現在、浸水護岸整備が進行中である。名所江戸百景、坂祭の私旧中川は、1924年、荒川放水路に放水を開始したことによって、分断された中川の下流部分である。江戸時代には、 歌川広重の名所江戸百景、酒西の私や、江戸名所図への平井聖天、新編武蔵風土気候の酒西と洗浄図などで、情緒豊かな川であったことが知られており、川沿いに史跡が残っている。1945年3月10日の東京大空襲では、猛火を逃れようと川に入った3000人以上が犠牲となった。その犠牲者の異例のために、 1999年に、旧中川灯籠流しが始まり、以来毎年8月15日に行われている。平常時は、両端の水門を締め切って、両端とも荒川へ排水しているため水は、流れていないが、灯籠流しの時だけは、岸も川水門により取水し、荒川ロックゲート側から排水することにより、水流を発生させ、灯籠が流れるように工夫している。詐欺類、川う。 カルガモが数多く生息し、魚影も多く、ボラの稚魚、ハゼ、生後、復興釣りに来る人々が多い。夏になると、キビレやシーバスが流れ込んでくることから、ルアー釣りを楽しむ釣り人も多い。荒川ロックゲートの完成後は、場所によっては川底が見える程度にまで水が澄んできた。旧中川が荒川放水路から分流する地点に、岸も川水門がある。 荒川放水路開設により、旧中川が中川上流部と分断されたため、従来中川を利用して行われていた水運の経路を確保するために設置された。荒川放水路を挟んだ対岸に同じ目的で設置された中川水門がある。現在は荒川と旧中川の水位が異なるため、非門化されて船舶の航行はできなくなったが、 隣接する岸も川排水機場とともに、旧中川の水質管理、水位時に用いられている。ありがとうございます。